里脇朝次郎は、カトリック教会の数奇教、長崎大司教、鹿児島司教。先例名は、ヨゼフ。1904年、長崎県西園義郡黒崎村で都に生まれる。長崎公共神学校を経て、1930年、ローマで、司祭除会。里脇数奇教は、ローマ留学中に、聖マキシミリアのコルベ神父から、東洋布教の相談を持ちかけられ、 日本へ布教することを進めたことで知られている。その後、長崎市の中町教会主任司祭、台湾地、牧などを経て、1955年初代鹿児島市教に任命、除解された。1968年12月19日に長崎大市教に任命され、翌年に着座。1979年には、日本人として3人目の数奇教に信任される。 1981年に、教皇ヨハネ・パウロ2世が来日した際は、日本司教協議会会長として、教皇の傍らで活躍した。1990年、長崎大司教を辞任し、1996年に、病気のため起点。なお、佐藤秋枢教の出身教会である別教会は、他にも、田口薫五郎枢機教をはじめ、 司祭修道者など聖職者を多数輩出している。また、実刑の里脇福氏は、マリア会修道士として、主に教育分野で活動した。ありがとうございます。